岸田首相はウクライナ訪問を検討と検討されたし。私に対してもウクライナ訪問の招待がありました。あの、まあ、現時点では私の訪問について何ら決まっておりませんが。初般の状況も踏まえ、検討していきたいと思っています。一方、岸田総理は。 G7 の議長国として積極的な役割を果たしていくと強調したほか、G7 議長国としてウクライナとの連携を強化したいとの考えも示しました岸田首相はウクライナの首トキーウを訪問し、ゼレンスキー大統領と首脳会談を行う方向で本格的な検討に入った。2月中の訪問を目指しており、選挙を見極めた上で最終判断する。 今年は特に G7 議長国として、ウクライナの支援継続を主導していく意向を表明するとともに、ロシアによる侵略を非難する共同文書を発表したい考えだ。隣国ポーランドを経由する形で、陸路でウクライナに入る工程が有力とか、キー訪問のほか、ロシアの攻撃を受けたほかの地域を視察する案も浮上している。 G7 のうち首脳がゼレンスキー氏との対面での会談を行っていないのは日本だけになった。先に G7 各国を訪問した際に得た感触があると思う。ゼレンスキー氏から招待もあった。5月に広島市で開かれる G7 サミットでは、ウクライナ問題が主要テーマとなる。このため、首相自らウクライナを訪問し、 支援の結束の重要性を世界に発信することでサミット成功につなげたいだろうただ何で前もっておっ広げるかなぁ英国首相もさっと飛んでいって話をしている日本流だか知らないが外務省も首相官邸も直前まで黙っていられないか首相のウクライナ入りに際し安全が確保できるのか ギリギリまで戦況を見極めていく方針だと間抜けな報道までする。この流れを制するように木原官房副長官は22日のフジテレビ番組で、岸田首相のウクライナ訪問に関し、現段階で何も決まっていないと述べた。まさに紛争が起きている地域なので安心、安全は最も重要だと話した。これも言わずもがなだ。 臆病な日本とそしられるのがおじ、おだまり。戦争当時国に入るのだ。危険が伴うのは言うまでもない。自由世界のリーダーとして立ち向かわなければならないのだ。遣唐使は国の将来をかけ、粗末な船を仕立てて荒れ狂う海に乗り出した。自由日本の世論は岸田首相の検討を祈ろう。検討外れな言い方ではないと思う。 検検討討から検討へ。お聞きいただき感謝申し上げます。